おはようございます、まあ今日もよろしくお願いしますけど、昨日の最終レースはゲットですよ。まあ平原鈴木のね裏表を返して、それから、まあ、三着候補に気を入れていたから、それがもうバッチリ的中。まあ他の評論家はまだまだ甘い、勉強不足、今年は勉強しなさい。はい、では7レースです。7レースなんですけども、ここもねやはりこの近畿勢非常に結束も固い、稲毛健太も非常にこう非常に調子もいいし、先行力もある、そこをマークしていく、やはり村上義郎、やはり稲毛がいけば、やはりここはもう村上が抜くと。まあここはちょっと7レースはね村上のので固いんじゃないかなと。あと東北勢がどこからね、まあ、仕掛けてくるかなんですけど、やはり仕掛けてくれば村上もある程度、牽制しながら前に踏むという感じですから、まあ、ここは、まあ、村上を1着を固定で、まあ、2着をね稲毛、それから姿大森あたりをこう3社をこう、3社3社でね、まあ、2着3着でを流していったらいいかなというところですね。